この銅像も見たことで、実はさ、このトゥモローにさ、トゥデイね、未来しか見てなかったね、すいません、トゥデイ、トゥデイ、トゥドーのトゥデイだよ、トゥデイだよ、トゥデイだよ、ここを見て、スベンと一緒にスベンが弾いてる、あのソリに乗って写真撮れるっていうフォトロケーションがあるらしいの。これさ、写真撮ってさ、行こうよ、記念日にさ、ありました、ここにスベンがいて、ソリあります、じゃあ写真撮ろうか。どこが乗り口？どこが乗り口？こうやって乗ろう。オッケーオッケーオッケー。じゃあここ後ろの列に乗るね。はい。え、自撮りでいい？そう、自撮りでいいよ、もう。撮って撮って。撮るよ。うん。はい、ポーズ。ちょ、見せて見せて見せて。あれ？これ、スベン映ってねー。はい、というわけで、新ゲームのゾーンについてご紹介してまいりました。皆さんはですね、こうならないように、ちゃんとキャストさんにカメラを渡して、引きながら、引きで撮ってください。自撮りはね、おすすめしません。そうだね。そうだね。本当にあの、プロトス紹介しただけすげえ聞けたな。はい、さて、それではですね、はい、一応場所を今言ってたけど、言いましょうか。そうですね。あの、このワールドバザール抜けていただいて、新ゲーム城をさっきみたいにこう越えていただいたところにある、ファンタジーランドの、あのね、裏、あの、なんて言えば、そう。新ゲーム城の裏のちょっと右に行ったところにありますよ。